猫座ね,ね。猫、ね、ザねは、千葉県浦安市の地名。現行行政地名は、猫、ね、座ね1丁目から猫座ね5丁目。郵便番号は279-0004。古くからの浦安町域、元町地区に位置する。浦安市役所、浦安市立中央図書館が置かれるなど、行政上の中心となっており、地域の西部を、東京メトロ東西線が通る。また、 地域の南端を、境川、西端を江戸川が流れる。一丁目に、浦安市役所、浦安市立中央図書館、市立東小学校、浦安市消防署、二丁目に、浦安猫座根に郵便局、三丁目に、東京式信用金庫浦安支店、四丁目に、市立浦安小学校、中央公民館、浦安猫座根4郵便局、五丁目に、 東京米信用金庫裏安支店がある。東は海楽西は東京都江戸川区東葛西、南は堀江、北は東大島、北へと接している。住宅地の地下は2015年平成27年1月1日時点の工事地下によれば猫座に3丁目981番4階住居表示。 猫座に山丁目19番14号の地点で25万2千円枚メートルとなっている。1157年、方言2年に地域内に新名宮社が創建されたと言われる。1417年、欧二24年の日英松次東支配注文には、同国八幡猫信仰とあり、室町時代より下佐国八万層の猫間として当地のが見られる。 江戸時代には猫座根村となり、徳川領を経て1603年、慶長8年からは幕府領となる。江戸初期には塩田が存在し、遠業が行われていたが、1629年、寛永6年に塩浜が荒廃したことにより、塩浜の年貢が免除となった。以降は漁業及び稲作が中心の地域となり、1番土亭、2番土亭、3番土亭と、 称する堤防が築かれる。村高は、原禄豪町によると80国余り、天保豪町によると203国余り、休校給料によると463国余り、葛飾市略によると、約240件、国高122国余り、他に多80国余りとなっており、大半が漁業に従事していた。また、肥料用巻貝となっていた記者後は、 猫座根村のオフレナしには採取することができず、制御などを江戸へ積み出していた。隣接する、堀江村、現、浦安市堀江、エ、富士見の大部分や、やや離れた、船橋村、現、船橋市中心部とは、頻繁に、巨場の争いが起きており、1782年、天明2年には、幕府表情書により審議が行われる。また、1788年、 天明2年には、巨馬争いの犠牲となった3名の村民を弔うために、新温州家蔵院に高祖外領、岩城の塔を建立する。幕末には、下佐や陳部府を経て、下佐地事件の管轄となる。また、1868年、明治元年には、地域内にある新米宮社が、豊家神社へ解消。1869年、明治2年には、葛飾県。 1871年、明治4年には、印馬県の管轄となり、1873年、明治6年に、千葉県となる。1878年、明治11年の軍区町村制で、大区商区の区分けは廃止され、同時に、葛飾郡が、東葛飾郡、西葛飾郡、南葛飾郡、中葛飾郡、北葛飾郡に分離し、東葛飾郡猫座根村となる。 また、1880年、明治13年から1882年、明治15年にかけては3年連続で大火災があり、猫ザネ村内は大きな被害を被った。1889年、明治22年3月1日には隣接する、東葛飾郡東大島村、堀江村と合併し、猫ザネは、浦安村の大技となる。浦安村発足時には、 浦安村役場が置かれていたが1895年、明治28年に、ホリエ店、浦安村となった2年後の1891年、明治24年時点の個数は426個、人口は2250人で、船が286隻存在した。1898年、明治31年には、海苔の養殖が開始される。1九百九年、 明治四十二年には、浦安村の調整志向により浦安町の大技となる。九百六十年、昭和三十五年頃からは、地域内で地盤沈下が発生したことにより自然排水が困難となり、猫座根と東大島にかけて、浦安北部土地改良区を設立、土地改良を始める。また、九百六十九年、昭和四十四年には、 英団地下鉄東西線が開通し、大技猫ザ根,小座根現在の北栄一丁目に、浦安駅が設置され、2年後の1971年、昭和46年には、漁業権を全面放棄し、約350年もの間漁業を中心としていた、歴史に幕を閉じることとなる。同地に海岸部の埋め立て事業が、積極的に行われるようになり、1964年、 昭和39年には町役場が地域内に移転、69年ぶりに行政の中心地となる。1981年、昭和56年4月1日には浦安町の姿勢により浦安市の大技となり、同年10月1日には住居表示を施行。大技猫座根は猫座根一丁目猫座根五丁目、北栄1.3、四丁目となる。 鎌倉時代に、大津波で大きな被害を受けた集落の人たちが、豊池神社付近に堤防を築き、その上に大きな松の木を植え、この松に根を張ろうが越さないように願い、猫ねと言われた。それが、猫ねと称されるようになったと言われる。また、かつては、猫間とも書いたほか、歌川広重による、名所江戸百景には、根古根とも書かれている。2017年、 平成29年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。